これ基本的に歴史的な英雄というか有名人がですね死んだ後で、ある世界に転生して、でそこで2つの派に分かれて戦うというやつなんだけども、面白さは何だろうな、割とあの作者のですね歴史知識が面白くてですね、偏った人間というのをですね登場人物にするんですね。まあ織田信長が生き返ってきて、でそれでなんか参謀になるっていうこのやつはそうなんですけど、島津豊久をですね主人公にしてですね、でこれなんでなんだろうな、五巻の表紙がですね、第二大戦の時のゼロ戦のパイロットのですね新選組ってまあ有名な隊があるんですけども、それのですね菅野ってやつなんですけど、なんでこんなやつをですね登場人物にしたのかわからん。まあまあ選ぶポイントとしては面白いんですけどもですね、なんかそういう歴史人物のチョイスがすごく面白いんですね。山口多聞とかですね、歴史の勉強にはあまりならない、まあ勉強にはならないです。で作者がですねまあ、ツイッターとかでつぶやいてるんですけどもですね、そのうちスティーブ・ジョブズも出すと言ってるのですね。スティーブ・ジョブズはなんかこう iPad を武器にして戦うらしいんですけど、これがいわゆる筋肉マン的なですね、この漫画の中で正義軍と悪魔軍みたいなのがあるんですよ。どっちに入るのかなっていうのがですね、すごい楽しみなんですけど、ジョブズ出てきたらいいよなって思いますよね。